は、ハンドメイド作家のルビナスです。今回は4月のプレゼント企画の当選発表を行いたいと思います。28名の方にご応募いただきました。今回もたくさんの方にご応募いただけたこと、とても嬉しく思います。本当にありがとうございました。それでは今回の人気投票を発表します。 A のアクセサリーが一番人気でした。どのアクセサリーにも今回は応募があってとても嬉しく思います。当選発表の前に応募時の皆さんのアンケートをご紹介したいと思います。少しだけお時間をいただきます。たくさんの温かいお言葉やリクエスト、本当にありがとうございます。次回のプレゼント企画作成の励みにさせていただきます。先ほどのアンケートの中から来月のプレゼント企画の内容を選んだので、当選発表の後にお知らせします。それでは大変お待たせいたしました。プレゼント企画の当選発表を行います。今回もこちらの赤巾着で参ります。前回同様、順番にお名前を袋に入れて一つずつ引いていきたいと思います。はい、それではよく振って混ぜていきます。はい、それでは開いていきます。当選おめでとうございます。続いて B のベージュバレッタを引いていきます。こちらもよく混ぜていきます。当選おめでとうございます。さあ、続いて C のピンクバレッタを引いていきます。
当選おめでとうございます。はい、お待たせしました。最後に T のクリアニュアンスバレットを弾いていきます。こちらもよく振って混ぜておきます。ネイルチップが長くてなかなか取れないので動画をカットしました。当選おめでとうございます。以上、当選結果の発表でした。当選された方には明日以降にこちらからご連絡をさせていただきます。今回残念だった方も何回でもご参加いただけますので、ぜひまた次回もご応募ください。お忙しい中プレゼント企画に貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。それでは最後に来月のプレゼント企画の内容をちょこっとだけご紹介して終わりたいと思います。来月は3種類のポニーフックをプレゼントします。リクエストから採用させていただきました。詳細は来月の動画までお楽しみに。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。インスタグラムもしているのでぜひ遊びに来てください。